金曜モッド新札幌 SS ロケッツの右足ちゃんご用前はいどうもこんにちは SS ロケッツです。いやどうもどうもどうも寒いですね。なんかわたわたしちゃいましたね。わたわたしちゃいましたね、なんかあーみたいなびっくりの顔、菅生さんの言うの言うの久しぶりに見たびっくりした、いや寒いですよ寒いですよ寒いですよ。ど寒いゴールデンウィークですよね。え珍しいですよね。珍しいんですか、こんなもんでしたっけね。もうね忘れましたね、ゴールデンウィークがどんなんだったのか。もう先週じゃない、去年の5月の頭ぐらいで25度の日とかあったんですって。へえ。で今日余裕で一桁っすよね。一桁。で昨日の夜ね、ちょっと夜中に、はいはい、コンビニに行ったんですけど、冬かと思いました。冬手袋して、ニット帽かぶってスノーボードウェア着て上下でね、上下で着てそれでも寒いんだから、もうあったかくなるもんだと思ってるからこの時期の方が寒く感じますよね。そうですね本当に。まあいいだけね、寒さの話はみんな多分してると思いますよ。まあそうだよ挨拶だからね。そうですよ、あいつら天気の話しかしねえって思ってるみたいだよ。俺らそうだよ、俺ら天気の話しかしないもん基本的に。おじさんだからね。おじさんだから曲行く曲行こうぜ。もう曲行く、曲行ってテンション上げてさ、行かないとテンション上がんないからさ、連休だっていうのにさ、だからちょっとさテンション上がりそうな曲を用意しましたよ。お願いしますよ。タイトルなんとテキーラテキーラって言うんですよ。あらすごくないですか。テキーラテキーラ知ってますかね。たくさんヒゲってバンドです。今回は知らないですね。また2003年にレコードデビューして2005年からメジャーになったバンドで、現在までシングル7枚インディーズメジャー合わせてアルバム12枚出してます。わすごいですよ。それで知らねえっちゅうんだから。でツインドラム、お意味わかんないでしょ、でトリプルギターの6人組なんですよ。多いね。多いんですよ。でボーカルの須藤久志って人が、前髪がこう前下がりのボブで、おでっかいサングラスかけてて、で初期の頃はニルバーナに影響を受けた人たちみたいな扱いを受けてたみたいですよ。なるほど、ライブ見たけどかっこよかったです、で今日は2010年発表のテキーラテキーラって曲を聴いてください。レッツロック。はい、金曜もっと新札幌 SS ロケッツがお送りしております。はいどうも。いやもうゴールデンウィーク真っ只中で、真っ只中ですね。雨降っちゃってますけどね。はい、新札幌すごいっすね。なんかすごいですね、こんなにこのスタジオのあるショッピングモールは、人入ってんの見たことなかったっすよ。すごかったです ねやっぱ親子連れが多いんですね。多いっすね。あの青少年科学館やら、サンピアザ水族館。水族館ねえんだよな、もう。あそうねえんだよ。マジでないんだよ。劇場とかになってるもんだって。あるでしょ。あるのか。あるよあ違う、映画館がないのか。そうだそうだ、映画館が劇場。あ、そうなんだ、ごめんなさい、あとで行ってみます。謝ってごめんなさい。全力でも全力で謝って。いやほんとごめんなさいもう帰る俺謝罪ですね。謝罪ですね。いやでもすごい人でした、やっぱゴールデンウィークだから。なんかプリキュア賞とかもやってたみたいな。そうプリキュア賞は熱かったね見てねえだろもう子供たちがさ、もうあっつって言って、もうまだね、余韻がありましたよ。子供らがね、踊ってましたもん。あ本当、もういないのに。俺もプリキュアプリキュアっつってそういうもんなのプリキュアって。いや分かんないです分かんない全然分かんないです。そう、なんかあります？もうちょっと暖かくなったら何してやろう、これしてやろうとかって。いやね、私事なんですけども、髪型をちょっと変えようかなと思ってどうしたんですか急に。いやもうちょっと、もうラジオだから伝わりにくいんですけど、もうヘアスタイルがもうやばいんですよね。純マッシュルームですよね。まあそういいように言えばそうです。60年代のロックスター。そうですそうですそうです。悪く言えば悪く言って、悪く香港映画に出てくるあのデブキャラサモハンキンポ。サモハンキンポそれもうやばいんですよサモハンキンポってさ、俺子供の時サモキンハンポーってついて言っちゃうんですよ、ね、間違えちゃう間違えちゃうね分かる。でもさっきあの、トイレで鏡見たら、
あのメガネしてたのもあったんだけど、はい、大きいボンドかなと思ってもうちょっとやばいなと思ってこれは。どんな風にしたいの髪型。いやだからもう相談ですよ。どんな、あ、いいですね。どんな頭にしたらいいのかなと思って髪型に。いやでもせっかく伸びてんだからあんま切っちゃうのももったいないなって思っちゃうね。いやそうなんですよね、うん、結局、僕の中で僕が一番似合う髪型は、うん、坊主だと思ってるんですよね。坊主ですか、うん、いつも坊主にしたがるから。あだけど坊主にするとやっぱりそのねバンドのステージの見栄えがどうしてもこう、ね、まあね怖い殺し屋みたいなチンピラみたいになっちゃうから怖い感じになっちゃうよね。そうそう、だから髪逃してるんですけど、あれなんだろうな、坊主にしてさいい具合に間抜け顔になるやつもいればさ、うん、俺らみたいにちょっと悪になっちゃう。俺完全に悪になっちゃうもんね。俺、うん、会社でちょっとミスって反省狩りの意味を込めて坊主にしたことがあったんだけど、うん、そしたらやっぱね NG だったね。怒られた。顔があんまりさ爽やかじゃないから坊主にしたら超悪い感じになっちゃって、うん、その頃なんかヒップホップの人たちとかでちょっと坊主とか流行ったみたいで、なんかねダメなんだな社会人の世界では坊主は。ダメなんですかね。ダメなんですよ。いや俺はね坊主にしてた頃、うん、よく言われたのが、うん、俺ボーダーの服着るのが結構好きでね、はい、で長袖のボーダー着て、坊主だったら、うん、囚人かってよく言われる。懲役何年食らったんだってよく言われてたけど、囚人のイメージでしかないけど、そうそうそう、しましま、そうだからね、いや坊主でもいいんだけど、なんかねこうかっこよく髪したいなと思って、うん、まあ、パーマ当ててもよし、うん、ね、ツーブロックするのもよし、うん、なんかないですか。ツーブロック流行ってるみたいですよ。あ、そうなの。はい、伊勢谷友介だっけ、はいはいはい、英語話す人、はい、CM で、あと加藤浩次とか。あ、まあ、ちょっとそれは別に加藤浩次にしてくださいっていうのはちょっと恥ずかしいけど、まあまあリーマンの間であって、あ、でもあれか、伊勢谷友介みたいにしてくださいっていうよりは加藤浩次にいいって言ったら、ただあれは加藤浩次は嫁さんには北朝鮮の代表だと思われ、代表ってあれなんていう、将軍、総書記、若大将若大将って言ったらちょっといいね若大将みたいだねって言われてるみたいだけど、ね、なるほどね。あ、そうなのね、かっこいいかな。あれなんかバリカンとか持ってないの。バリカン買ったのこの間。おう、うん、いや2ブロックにしてんのさ。あ、都合さん、俺髪型とか割とどうでもよくて、うん、どうでもいいことは流行りに従おうっていう姿勢だから、うん、流行ってんならそれでって、うんうん、でも伸びてくんじゃん。伸びてきたらちょっとかっこ悪くなるから、うん、その部分だけバリカンで買おう、買ろうと思って、自分で、うん、でアマゾンで買ったんだよね。アマゾンでで買って、でもすぐ密林のジャングルで、そうそっちじゃねそっちのアマゾンじゃねえ、アマーゾーンって叫んじゃう感じね何人ライダーだか知らないけどいいですかもう、はい、それでで買ったんだけど、アマゾンから届いてすぐ使いたいじゃん、はい、すぐ使いたいんだけど頭に当てるの怖いから、まずねチンゲ全部バリカンかけたどうしようもないですよ。じゃあ一旦 CM 行きます童心一筋42年、小学6年生と小学3年生の娘を持つブンブンクラブ会員の宮坂さんは、ゴールデンウィークが近づいてある日、奥さんにこう言われます。ねえあなた、ゴールデンウィークぐらいパチンコばっかりやってないで、ちゃんと家族をどっかに連れてきなさいよ。 ありがちですね。すると宮坂さん、うん、分かってるよ、言われなくてもちゃんと考えてるから大丈夫だよ。だんだん上手くなってきたとは言ったものの、本当は何も考えておらず、急いでブンブンクラブ加盟店ガイドブックを広げるします果たしてゴールデンウィークの家族旅行はどうなってしまうのでしょうか。楽しみですね今週もブンブンの心来ちゃいましたね。来ちゃいましたね、さあそんなぐうたら親父の宮坂さんが作ったゴールデンウィークブンブン家族旅行の旅のしおりを少しばかり見てみましょう。はいはい、まず最初に宮坂さんが選んだのは、うん、ルスツリゾートホテル&コンベンション、うん、遊園地ですね。遊園地ですか、コンベンションっていうんですか、みたいですね。ああそうですか。ルスツ、アブタ郡ルスツ
ルスツ村泉川13にあります。こちらの施設では会員証提示で遊び放題乗り放題の遊園地入園料を大人小学生各500円引きとなっております。家族4人で2000円はでかいですね。でかいですね。遊園地で存分に遊んだ後に行くのは、宇宙一大浴場でおなじみの東屋サンパレス。出ましたね。宇須郡総別町東屋温泉 7-1、こちらの施設では会員証提示でなんと自社企画商品宿泊プランが全て 10% 引きとなっております。ほう、同心一筋42年の宮坂さん、さすがにお目が高いお目が高い。さあサンパレスで一泊した後は2日目、おお、宮坂家ご一行様は洞爺湖ビジターセンター火山科学館へと参ります。お住所は虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉142-5でありまして、こちらの施設は会員証提示で入館料 10% 引きになっております。火山科学館で火山を存分に学んだ後は伊達時代村へと行ってまいりますよ。そんなに遊べますか、ね、ゴールデンウィークですからね。そうですか、頑張ってください。こちら登別市中登別町53-1にある登別伊達時代村、こちらの会員割引は通行手形フリーパス券ですね、大人200円引きになっております。さあレジャー施設満載の今回のブンブン家族旅行、今日の宿泊地は登別温泉ホテルまほろばであります。子供が喜ぶとこだ、遊んでますよ、ちびろばだ、ちびろばですよ。登別市登別温泉町65にあるホテルまほろばは会員特典で宿泊代がなんと 5% 引きになるのでありました。どこでも安くしてくれるね本当に。さあ家族旅行も3日目、3日目もあるんですか、ゴールデンウィークで休み長いですからいやいや頑張るな宮坂さん。宮坂さん頑張りますよ、普段はぐーたらおやじですけども。さあ3日目、宮坂さんにも少々疲れが見えている頃かと思われますが、次に行くのはノーザンホースパーク。お、馬乗っちゃう。住所は苫小牧市三沢114-7、こちらのブンブンクラブ会員特典はなんと入場料大人100円引き。お馬さんとたっぷり触れ合った後、宮坂さんは、女房と娘2人を引き連れてキャンプへと向かうのです。ラストキャンプっすか。頑張りますよ。しんどいな、温泉200でキャンプ1日。オートリゾート苫小牧アルテン、はい、住所は苫小牧市樽前421-4、こちらの会員特典でキャンプサイトコテージ宿泊料金が 10% 引きになるんです。なるんですか。なるんです。カビラ何絵なんですか。何絵なんですかね、もうね。さあ男らしさを、家族旅行の最後にキャンプをして男らしさを娘女房に見せつけてやろうと企む宮坂さん、果たしてうまくいくのかなといった具合ですよ。さあといった具合で今回の宮坂さんがブンブンクラブ加盟店ガイドブックを見て考えたリゾート施設満載のブンブン家族旅行、急いで考えた割にはすごく楽しそうじゃないですか。でもね宮坂さん、今年のゴールデンウィークはこの寒さですよ。くれぐれも体調には気をつけてくださいね。それでは来週もブンブンの心だ。金曜もっと新札幌へ政治ロケツがお送りしております。さっきひどいよ。何何、チンゲにバリカン入れたってところでいきなりもう行っちゃうんだもん次。CM にね、いやいやいや、もうあの話落ちたでしょ。いやまあそうだけどね、まあでもチンゲにとどまらずですよ、行って全部買って、でもチンゲがこの3ミリになってるのにケツ毛があるっていうのはどうなんだっつって、ケツ毛もやってやったんだよ。もうひどいチクチクして、あのね、知らねえよ。その発表いらねえよ。いやいや、まあね、何の発表してんの。まあ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 、まあ、しばらくだから温泉行けないから恥ずかしくて。なんて、いいじゃない、刈り込んでんだもん。まあ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 、ちょっとかっこよくなりましたけどね。違うんで、俺のヘアスタイルの話してんの。 あんたの下の毛の話はしてないんだよ。そうですか。そうですか。そうなんで、だから結局ね、まあ
何かしら髪型変えようと思いますよ、うんね、で最終的に、まあ、なんか失敗とかして、はい、どんどん短くなっていって、うん、坊主になればいいわけですよじゃあ段階踏んで坊主にしていこうか、ね、片側だけいっちゃおうか。そうだね、うん、それでもいいし今週は。でも最終的には、うん、なんかほら坊主にしたら、うん、なんか謝って許してもらえるみたいなのあるじゃん。いやまあ反省の印としてお前坊主なみたいなのあるじゃん。今時あるかね。あるでしょ。だってこの前だってAKB の子がね、あらびっくりしたね、みーちゃん、峯岸みなみちゃん、ね、ってことは坊主にすればある程度許してもらえるってことだ。あれやったら面白いんじゃないかなと思ってやったんじゃないの。ネタでバラエティー班でしょ、峯岸。いやでもあれし危険だろあれだって。ああそっか。だから俺も最終的には坊主になる手前にちょっと悪いことして、うん、それから坊主にして謝ろうかなと。なんだろうね、坊主にするほどの悪いことってなんだろうね。いやでもあんまりそんな犯罪は起こしちゃいけないからね、うん、なんだろうね、なんだろうね、なんだろうね、あれじゃない、うん、ごま油かなって思ったら、うん、実はウーロン茶だったとかあ逆かな。じゃあ今のエコーかけて謝ってみようか何早速、うん、不適切な発言をして申し訳ありませんでした。あれなんだ、なんだ、ごま油と思ったらウーロン茶でごめんなさいじゃないんだ。何に対して謝ってるのかよく分からなくなっちゃって突然言われると。あ、うん、まあまあ謝罪の代名詞みたいな部分ありますよね。そもそもさっきの下の発言謝ってください、うん、先ほどは不適切先ほどは不適切な発言がありましって申し訳ありませんでした。笑ってるし噛んでるしさ全然謝罪できてないからね。本当これ逆に怒られるよ、うん、そんなんだったら。いや本当だよね、うんうん、全然謝る気なかったでしょ。ごめん本当ひどいわ。リアルに反省してる今脇に汗べっちょりかいてるからテンパっちゃって、もうテンパっちゃっていやもうね謝ってばっかりいるけどね。最終的にはあれですよ、生きていてすいませんでしたね。我々生まれてきてごめんなさいですよ、ね、いや本当酸素吸ってごめんなさいですよ本当本当5月病の発言ですよ、うん、ゴールデンウィークだからまだ楽しい気持ちでいないとね。そうなんだよね、うん、いやでもまたね髪型の話戻っちゃうけど、はい、結局何、うん、かっこよくなってモテたいわけですよ髪型かっこよくしてモテたいなんてさ、うん、中高生の発言ですよ。いやいやでも人が、うん、ヘアスタイルっていうね、まあ身だしなみってのもあるけど、まあね、でもほら、うん、身だしなみで髪切ってる人半分、うん、半分かな、うん、もっと多いかな、うん、でもすげえこだわってさ、うん、かっこいい髪型してる人いるじゃないおしゃれに、うん、やっぱモテたいんだよ。モテたいんだ、うん、だから俺もね、うん、この間言われたんだよ友達飲んでて、うんうん、もうちょっと、うん、髪型とか、うん、ちゃんとすれば、うん、もう少しモテるなんじゃないと。でそんなに困ってるように見えないんだけど見えないんだけどみたいな俺がいやいやあまりにもやっぱ今の髪型がひどいから言ったんじゃない多分、ね、言われて、うん、まあそっかわざとにしか見えないよだって。いやまあでもなんかどうなんだろうね。そんな今日もスカジャン着てきてさ、うん、香港ムード満載でさ面白いでしょ面白い俺は笑いが取れればいいんだよそれヘアスタイルでねかっこいいとは思ってないけど、うん、笑いが取れないんだよ。マッシュルームにすんならデブじゃなきゃダメだよねデブじゃないと面白くないよね日村しかり、うん、サモキンハンポーしかり。いやまあそうだね、サモハンキンポーだけどな太っちょだね、うんうん、そうだね。じゃあ太きゃまあじゃあ俺はだからやめますよマッシュルーム、うんね、モテキをモテキ作りますよ。モテキ迎えてやりたい、ハンサムな髪型してね、うん、ハンサムってもう言わないねそれ死後だ、ね、でもあったじゃん何年か前にハンサムスーツって映画も。あったね、うん、ハンサムって使うようにしたいよ、ね、いやつごさんハンサムだと思うよ。そうだろ不適切な発言がありまして申し訳ありませんでしたでもハンサムだねって言われたらさ、うん、なんかちょっとバカにされてる思うよねでもかっこいいって言われるよりいいよ。いやでも坪さんほんとハンサムだね。うーんあんまり言うなよもうですよ。それでね、うん、やっぱモテ期ってさ、うん、あった人生で。いやー振り返ってみるとどうなのかな。あったと思うよ。でもいつ
まあ高校生ぐらいの時とか、もう大人になってからもあったと思うよ。マジで？うん。いや、いいね。あるよあるよ。へえ。だって別にさ、あれ5人ぐらいに告られるとかそんなじゃなくてもいいじゃん。じゃなくてもいい。3人とか。あ、もう3人すごいじゃん。あの鉢合わせとかでもいいじゃん。あ、そうそうそう。浮気相手鉢合わせとか、うん、あるあるある。あるんだ。あるよそれ。いや、色男だな。言ってももう35ですからね、僕だって。あ、もう35年間の中にはいろいろありますよ。あ、うん、流してきたわけだ。流したね。流してきたわけだよ、いろいろと。浮いてたね。ああ、いいね、うん。言うだけタダだしね。そっかそっか、モテ期ですよ。モテ期といえば、なんですか、漫画ですか、映画ですか。やっぱそうだよね。うん、今だったらね。うん、見た？いや、あれし、映画しか見てない。あ、そうなんだ。うん、ドラマも見てない。見てないんだ。うん、じゃあ漫画も？漫画も見てない。あ、本当。漫画一巻だけ読んだよ。あ、でも映画も良かったよね、うん、俺ね全部見ちゃってハマっちゃったよ、モテに。曲え何でもない。いやでさ、いや結構さ、ラジオで何でもないとかって何なの。ラジオで何でもないはないよ、うん、ごめんなさい。2人でトークしてんだから、うんうんうん、何でもないって言われたらさ、うん、いやそれでね、うん、モテ期の、うん、タイトルやっぱ浮ついてるじゃない、うん、モテ期って、うん、どんだけ色男がモテんのかなと思ったら全然逆の話なのね、うん、モテない男の話でしょこれ。セカンド童貞中でしょ。あ、そうなんだ、うん、セカンドストリートみたいなけどもいい加減すぎるから謝ってください。いやいやいや、謝んないですよそんなことじゃ、うん、でこのね、このドラマ普段見ないんだけど、うん、モテ期は結構見て、うん、まあ、やっぱボーイなんかこれ深夜にやってたでしょ、ドラマね、うんうん、深夜のドラマ面白いなと思ってさ、うんうん、でなんか同じノリで見たのがあれですよ、彩り日村。いいよね、あれは面白かった、 よかったよ、ね、DVD ボックスこの間出たんだよ。お、買おうかと思って。いや買った方がいいよ、うん、でも毎回録画したのがあったからさ。買わなくていいよそれ。じゃあそんなモテ期にハマったね、飯野さんに聞いてもらいたい曲があります。お、これいいんじゃないかな。最近ね、あの珍しく知らないバンドのシングルを1枚買ってヘビロテで聴いてんの。お、珍しいでしょ、 I want you っつってさ、うん、そっちのヘビロテじゃねえんだけどさ、サラバーズってバンド知ってる？知らないですね。あのね、2008年結成して2010年にデビューしたんだけど、あの EMI の新人発掘レーベルグレートハンティングっていうのがあって、その、第一弾アーティストだったらしいんだけど、でボーカルの人がね、アナウンサーの古舘一郎知ってるでしょ、うん、あれの長男なんだって。へえ、うん、なんかね青春ソングなんだけど、まあまあ曲もボーカルが不安定な声だったり、うん、あと演奏がちょっとガシャガシャっていうかプリミティブだったりっていうのもいいんだけど、うん、なんかねもやってんだよね、歌詞とかが、童貞じゃない歌詞なんだけど、うん、だけど、童貞をちょっと超えた後のその女との距離感どう掴んでいいか分かんねえみたいな雰囲気が出てる。これなかなかいいですよ、聞いてもらおうかな。ザ・サラバーズで床には君のカーディガン、レッツロック。金曜もっと審査ボレーセスロケツがお送りしております。お送りしてます。いやー、でも早くあったかくなったら花見とかしたいよね。したいね、花見したいよ。花見したいね。花見したいよ。俺って花見するために生きてんだもん。なんなんそのババアみたいな。花見したいわ。知らないって。私知らないって。え、知らないっつった。いや、わかんない。いいわ。花見するために生きてるもんな。そうだよ、うん、きっと世の中の札幌の人たちはさ、うん、ゴールデンウィークに花見しようと思ってさ、うん、スケジュール上げてる人もいっぱいいると思うよ多分。この間でもテレビの中継で見ましたよ、うん、なんかすっごいガクガク震えながら、うん、あの花も咲いてないんだけど無理やりにあのバーベキューセット持ってきてビール飲んでんの。木の下で。木の下で。ただの木の下で。そうそう。木の実でしょ。木の実。木の実なんでしょ。そんなに口でっかいかな。そんなに怖い。いや、あれはね、木の実はねかなりね、うん、酔っ払うよ。酔っ払う。俺も何回かその、うん、ゴールデンウィークに花見しようぜって言って、うん、みんなでもう10人とか20人とかで日にち決めてるから、うん、とりあえず寒かろうがね、うん、なんだろうが集まって飲むしかねえ、うん、バーベキューやってるんです、うん、したらさ、
何してっか分かんねえんだよ、花咲いてねえから、うん、木見ながら。だって酔っ払ってたらさ、もう花なんて見ないわけでしょ。いや、そう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 、うん、だけど花もねえのに、うん、何やってんかさ、飲むしかねえなっつって本当すげえ飲んじゃうから、うんうん、ダメなんだ。ダメですね。一回一緒に行きましたよね、花見ね。てかあれお散歩でしょ。お散歩、お散歩、丸山公園に、うん、ちょうど桜も綺麗だからっつってお散歩したね、うん、だってあれもう花見をしている人を見に行ってんだもん、うちらは。まあすごい人だったよね。すごかったね、うん、暑かったんだよなあれ。暑かった、あれ夏みたいに暑かったもん、うん、でもあれもゴールデンウィークでしょ。あれゴールデンウィークだったね。毎年もあんだよやっぱり。そうだよね、今年は。だからなんだい、せっかくだからっつってね、それで500のビール2本とか買ってね、うん、見てたよね。そうだよ、なんか知り合いに会ったぐらいにしてね。 あったね、うん、恥ずかしいよね、男2人でさ、うん、花見してんだ、ね、できてんのかなと思う、うん、大体毎週ラジオでこうやって顔合わせるのもどうかと思ってんだから最近ね。ね、気持ち悪いよっつって。気持ち悪いよ本当、うん、じゃあさ、昨日清志郎の命日だった。お、今の清志郎の5月2日ですか。そうなんですよ。なんか武道館とかで結構でかいイベントとかあったらしいんだけど、うん、なんすかね、清志郎についてちょっと喋り語り合いますか。いいですね。やめましょうか。どっちだよ。いや、いいんじゃないですか。俺清志郎と確か誕生日一緒だったのに。嘘。うん。そうなの。うん。あ、嘘かな。まあ嘘です。違います。まあ RC サクセションでデビューして、はい、その後いろいろバンド活動してるわけじゃないですか。はい。なんかあの時が一番好きだったとかあります。これタイマーズ。タイマーズですか。あ、やっぱり。ああ、強烈でしたね。小学校ぐらいでしょ、だって。そうそう、夜のヒットスタジオ。なんだこの人たちはと思ってさ、悪い、もうアホみたいな格好してたでしょ。今見てもアホみたいな格好でしょ。それ思ったんだけどさ、まあ震災あった時とかにさ、うん、まあ結構反原発で盛り上がって、うん、まあ今も結構そういう意識の高い人たちも多いけど、うん、で清志郎がそのタイマーズの時にね、結構そういう歌を歌ってたもんで、うん、清志郎さんもこんなこと思ってるとか、うん、今あった生きてたら言うはずだみたいなさ、うん、ことが起きてるっちゅうか、割と思ってる人も多いと思うんだけど、うん、本当にそうなのかなと思って、うん、俺今だったら言わねえんじゃねえかなって。もう逆に言わない、言わないような気がするね。ねえ、なんつうのかな、うん、そうやって流行ってることは好きくないみたいな。ありそうだよね、うん、結構君が代をさ CD にしようとして新聞載ったりとか、でまあ、タイマーズの時も結構お騒がせバンドとしてね、うん、なんかあちこちにぎわしてる部分あったけど、うん、そうじゃねえ、なんか中高生のさ、ちょっとこれやったらウケんじゃねえっつってさ、うん、この高さからジャンプしたらウケんじゃねえっつってやってるような目立ちたがりな、うん、ね、悪ふざけだよ、悪ふざけでやってる。ロックンローラーの悪ふざけだと思うよとしか思えないよね、うんうん、いや、いいことだと思うし。いや、そうだね、うん、でも最後チャリでさ自由に旅してたわけじゃん。そうだよ、あの人、うん、あれもね、俺なんかが言っちゃあれだけど、スノーボードとかしてさ、うん、山登ったりチャリ乗ったりもするわけですよ。なんかいいんだよね、チャリが、うん、なんか清志郎が、なんかロックンロールってこうだよなって思うんだよね、チャリが。チャリが。スノーボードが。スノーボードも。いや、そうだよ、うん、なんかね、だからやりたいことをずっとやり続けるっちゅうライフスタイルだけかな。うん、特別思想家でもなんでもないし、そうやって見るのは清志郎さんは、うん、やりたいだけだよ、うん、やりたいことやってるだけなんじゃないっていうふうに思ったね、うん、はい、曲かけようかな。そうですね。今日ね、1991年に清志郎が大ファンだったアトランティックレコードのハウスバンド、ハウスバンドって分かります、うん、箱番っちゅうのかな、ブッカーティー&エムジーズっていうバンドのメンバーとレコーディングした名作メンフィスっていうのがあるんですよね。で、まあその箱番っていうのはなんかメインのボーカリストいて、そのレコード会社がお抱えのバックバンドみたいなやつで、
でオーティス・レディングとかウィルソン・ピケットとか有名なソウルシンガーのバックバンドなんですよね。でそれを携えて清志郎がフロントマンでいるっちゅうことはもうそれじゃないですか。オーティスやウィルソン・ピケットに清志郎がなってるってことじゃないですか。でそう夢が叶った瞬間なのかなって思ったんですよね、うん。でなんか季節感があっていい感じの歌詞はないかなってしたら雪解けっていう曲が入ってたんで、うん、それをお送りしたいと思います。い今の清志郎で雪解け、レッツロック。金曜もっと新サプライズロケッツがお送りしております。お送りしてます。なんかね寒いゴールデンウィークですけども、本当ですよ、我々 SS ロケッツも頑張っていかなきゃいけないと思いますよ。なんで漫才みたいな喋り方になったたまにね。いや毎週毎週新札幌来てさ、うん、結構もう道とかも覚えてバッチリかなと思ったんだけど、うん、まあさっきもさ水族館があるだねえだっていうさ、うん、話で謝んなきゃいけなかったりさ謝される、うん、しかも噛んじゃってさ、うん、全然謝れないっていうね。まあまあ全然まだねもっと知りたいなって思いますよ。まだまだ新参者ですよ、うん、我々は。もっと新札幌で行きたいなと思いますよ。あ、なるほどね、うまいこと言って、あ、行ったかね、今日ね打ち合わせに行った純喫茶みたいな店も良かったよね。良かったね、あそこはね、まさに高架下のさ、うん、なんだっけ、駅馬車、うん、なんだろう、なんかいいよね、レトロ喫茶でしょ。曲もずっとさロカビリーとかさ、うん、あのフィフティーズとかかかってんだよね。そうそう、素敵だったよね、あそこは、うん、よかった。メロンソーダはちょっと甘かったかな。ああ、コーヒーも普通だったかな、うん、なんでいきなり批判だよなムードがよかった。いやムードは、うん、もう最高ですよあそこ、うん、本当いいよね純喫茶ってやっぱ、ね、いいよね、うん、ああいうとこってやっぱなかなかもう今、ね、ないから、うんうん、ああいうとこはなくならないでほしいな。あの高架下結構よくてさ、うん、なんか立ち飲み屋みたいなとこもあるし、あるね、あととんかつ屋じゃないのかな、でもとんかつ出すようなね、うん、ちょっといい感じの串カツとかあるような飲み屋があったりして面白いですよ。俺も今日ブラブラしてて、うん、高架下にね、高架下のかな、あれなんか分かんないけども、うん、スナックが3軒ぐらいあるとこがあって、うんうん、昼からカラオケ歌ってましたよ昼からカラオケ、先輩方が先輩方楽しそうに、俺たち高齢者のことは先輩と呼びますからね先輩方が、ね、先輩方歌ってるの、しましたよ。あれなのかな、やっぱりさ通信とかじゃなくてさ何番とかこう、そうそう、こうレーザーディスクかもしれない、名刺ぐらいのサイズの紙に書き込んでママに渡す感じだから、うん、レーザーディスクで。だからねちょっとね、うんうん、今度中継行きましょうよ、カラオケ喫茶じゃないスナック、カラオケスナックに、うん、あこの時間ならもう歌っていいわけだ。いやもうなんか12時ぐらいからやってんじゃないかな。ああ怖えな俺、先輩たちに話しかけに行くの。いやいや都合のスナック放浪記やりましょうよ。どうすればいいんだ、電話で俺がレポート行って、そう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 、やってみようか、やってみようよ今度ね、うんうん、先輩方の許可を得てさ、うんうん、やろうかな。ママ来たよなんつって言ってママ来たよ都合さん一曲歌ってくださいみたいな、そんなやり取り聞きたいもんだって俺あら来たの50年ぶりねえなっつって、お前若手だからさ都合さんっつって、あそんなやり取り毎週だからワンコーナー10分ワンコーナー、うん、宿題だねこれはちょっと考えて。そうね、まずリサーチに行かないといけないからね、うん、スナックに。ああもうねエンディングの時間ですね。ああそうですね、うん、この後6時からはトーキングラボ、パーソナリティは岩尾亮さん、高尾博さんとなっております。岩尾さん今ね道東に旅行行ってるから今週休みらしいです。あそうなんだあらららら、先週聞いてたんですよねちょっと、ね、あそうなんだ、うん、じゃあ今日は高尾さん一人かな。うん、分かりましたよ。じゃあいやじゃあね残りのゴールデンウィークも楽しんでいきましょう。そうですね、テンション上げていきましょうよ、寒いけども、ね、うん、最後何で締めます、今日の言葉は。じゃああれだよ、優勝のあれじゃない、優勝のあれでいきますか、せーの、優勝を目指して頑張ります。また来週。